これで、これで、いや、なかなか、うん、あれじゃないですか、このセットアップできる人は YouTuber、 今ほら音楽流れちゃってるけど結構潰れちゃう、もうピンマイクだから、うん、多分大丈夫だと思うんですけど、はいはいはい、まあ、ちょっとそこがリスクはありますけど、ね、確かに、はい、うん、ということでぬるっと始まりまして、はい、あのご無沙汰しております。ご無沙汰しております。っていうか意外とご無沙汰じゃないですか。1対1は相当久しぶりだよ。っていうかほぼ記憶にないレベルです。多分ブログディナーとかの、いやいや、4、5年前に俺がほらサンフランシスコ行ってたじゃん。はい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 、あれのホームパーティーの前、うん、あーそうそう、さらに前を言ったら2人でニューヨークに旅行に行った伝説のニューヨーク旅行、あれもうだって20年は行かない、20年行きますよね。あれいつだっけ、もう20年行くと思いますよ。いや20年は行ってない、多分ね16年2000年。え、僕だって今の仕事してました、してたと思う。2007年ぐらいだと思う、あれ多分。だからまあでももうまだ少なくとも日本、ん、まあれ iPhone 前じゃん、だって全然前ですだよね。いや僕だってまだブログとか仕事でも全然今の仕事じゃなくて、ああそうか、だとしたらもう20年経ってるんです。怖っっていう石谷さんと僕との、はい、なんかさ、この間も丹羽くんとも思い出話をひたすらしてた。いや僕はだから前回瀬戸さんと思い出話してたからっていう、はいはい、あので、はい、ちゃんと来てきましたね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、もう皆さんあの気を使っていただいた瀬戸さんももう完全になんか逆に見てて毎回申し訳ないって思いながらみんなに気を使わせてる俺って思ってるんですよ。でですよ、はい、あのもうあの瀬戸さんの動画が出てるんで、あ、まあ、あの全く基本的にね追加する情報はないっす。そうで、あと僕も宣伝にもならないっていう感じなんで瀬戸さんの情報以上に、うん、なんでまあ単純に僕も自分の個人的興味の中で、いやでもあれはとにかくその結果的に面白くなったのは、僕もだからさ今回本当に瀬戸さんとさ基本的にはほらイベントでしか会わないから、もしくはまあ何人かで会うみたいな感じになるから、がっちり1対1で喋ったのって初めてだった、うん、いや結構新鮮な絵で、そうそう、でしかもそのいざその、まあ、要は例のレクションを今日も持ってきてるんですけど、持ってきてみたら瀬戸さんが本当にこのまだ俺は老眼と認めたくないぐらいのフェーズで、で俺ねここまでは見えてるから老眼じゃないんです、いやいやそこ見えない時点でもう老眼だよって言ったらうわーみたいな、いやそう、そこのフェーズは僕も数年前まであって、そう認めたくないみたいな、そうで、なんか花粉症と一緒で認めたらそこからずっと一気になんか流れ落ちるんじゃないかって恐怖があるんで認めたくないんですけど、そうそうそう、でちょうどその瀬戸さんがそのフェーズだったので余計にその何その遠いところ近いところが瞬時に見えるみたいなものがなんか余計染みたみたいな、瀬戸さん本人ね、っていうのはなんかすごく良かったところかな。あとなんかとりあえず僕もさすがに自分が喋ってるからチェックも含めて今 2,3 回見たんですけど、やたらに楽しそうでしたね、いや本当に本当になんかちょっとジェラシー感じるぐらいなんかでもあれ本当に打ち合わせゼロだからまあまあそれは分かりますけど、うんうん、っていう、まあそのあれ製品名はビクシオン01ですね、会社がビクシオンという会社で、もともと別の製品も一応やってた、足ゴーグルもやってたんだけど、今回結構いろいろ会社の体制も変わったりとかで、あと、まあ、本当にクラファンでこう自分たちが作ったものを世に問いたいっていうフェーズだったので、でもう会社名に01ってつけるのは、うん、製品名じゃないんだ、そうです、だから製品名でもあると同時に会社の名前でもあるっていうふうにもおっしゃった方がいいんじゃないっつって、結局実は僕が決めたんですけど、インスタ360的な、そう結局ほら製品名と会社名を両方覚えてもらうのって、うん、なんか難しい、とにかく、はい、そのハードウェアのスタートアップにとってはそこは非常にハードルが高いので、いやもう一緒にしちゃって01
ここからスタートしますよっていう方がまあ分かりやすいんじゃないっていう、うんうん、っていう、もう全てのアラフォー、アラフィフ以降の人の朗報というか希望の光である、もうあの本当にコアターゲットは、50代、うん、電子工作、うん、プラモデル好き、うん、細かい作業をする人たちが一番のコアターゲット。ただその全国あの体験会で回って本当に分かったのは、思ったよりは目にトラブルを抱えてる人は想像よりも多かった、うん、であと従来のメガネとかコンタクトでは解決しきれないシーンがあるっていうのも分かったので、それは本当にこのプロファンの期間伸ばしてこの何体験会の日程を増やしたのは本当に良かった、うん、出しましょうね、はい、奇跡の、老眼、はい、なんて歌ってるんですか、老眼メガネ、老眼鏡、基本的にメガネとは言えないんですよ、メガネって言った瞬間に要は医療機器違反とかになっちゃうので、だから名前としてはオートフォーカスアイウェアって言い方をしてます、まあ、ここアイウェアはい、はいはいはい、これね、はい、あビクシオンですね、はい、ビクシオンじゃなくてビクシオンビジョンの V、 そうです、はい、で、はい、でも非常に、はい、シンプルっちゃシンプルで、はい、もう止まってるだけ、はい、あちっちゃで、想像よりちっちゃい、持ってもらうと分かるんですけど、はい、軽くないですか、お軽そうなんですよ、何これだから、これこそあれですよ、モックですよ、あそうそう、モックの重さですよ、モックの重さでしょ、なんか iPhone 15 Pro はモックのように軽いって言ってるけど全然軽くなかったんですよ分かって分かるこれは前よりは軽くなったかなぐらいでね。いやでも 19g なんて絶対分かんないですよこれはすごい、あでなんでかっていうと、まあドルキンは当然よく分かると思うけど、そのデジカメのレンズみたいなものに慣れてる人からすると、結局フォーカスを合わせるためにはレンズは複数枚、それからあと合わせるためのモーター的な何かが必要なんですけど、これレンズは複数枚じゃないしモーターも一切使ってない、え、その調整するのは何ですか、基本的には電気信号だけでレンズの形状を変えてる、直接だから音もしないし、うん、でそもそも電気信号でやってるだけだから、バッテリーも実はすっげえ小さいんですこれ、でも10時間ぐらい持っちゃう、であとドルキンもこれあれでしょ、ファーウェイのやつでしょ、はい、この手のやつってここに結構仕込むんですよ、うんうん、ここにバッテリーだったりとかセンサーとか、あとファーウェイのそれだとスピーカーも当然、でもこれ実はここは何も入ってないんですよ、ここはもう本当に固定するためのこれがついてるだけで、ツルがついてるだけで、本体はもう本当この下だけなんですよ、だから本体はもっと軽いんですよ、これ早速試していいんですか、大丈夫ですよ、今もう初見中の初見です、これでいい、でこれがまたよくですけどのが、これ開けるとも入るんですよ、だから電源を意識しなくて、でそれは今時重要ですよね、このこれもそうです、これ箱から出したら取ってくれる、まあ一応一番真ん中に、要はレンズが狭いので自分の IPD、 そう IPD を合わせなきゃいけないっていうのと、当然みんな視力が違うのでキャリブレーションを最初にしなきゃいけなくて、でそれが基本的にはこのここにあるダイヤル、あ視力もじゃあ裸眼でもそれなりにそこそこは、あ全然裸眼で使う、うん、だから当然僕はこれ使うときはこれ外して使う、メガネ族どうするんだろうと思ったんですけど、ああもう全然、なのでかなり そのいわゆる幅で調整ができるので、だからかけたら最初にここ、まあ、ここは最初なんとなく合わせてもらって、あ、まあ、でもヘッドマウントのゴーグルの調整と一緒です、そうそうそう、でこれが今リセットかけたんで、基本的にはこれを前に送っていく感じ、はいはい、でどっかにピントが合うポイントが来るはずなので、それだけで、はいはい、じゃあ外して、はい、で前に、あ、こまず、調整むずい、結構ね回す最初は、行き過ぎたなと思ったら戻せばいい、あー来た来た来た、うん、で
で視力に左右差ってあるの？あります。だったらまずは右手、右目だけで合わせて最初は。はいはいはい、右目あった。じゃあ右目があったら、うん、ちょっと一回外してもらって、はい、ここにボタンがあるんですよ。はいはい、でこれを押しながら回すと今度左だけが上がる。すごいすごいすごい。あ、そうなんですね。そうそう。もうかなり視力が左右違うんで。あ、あーすごいすごい、うん、そういうことね。これどこで見てんだろう。これいいのかな。うん。おお。で、うん、そのまんまの状態で、うん、もうこの辺に手を。はいはいはい。おお、そういうことか。そう。おお、すごい。拡大してるわけじゃないんだけど、そうだから、うん、まあ瀬戸さんの動画でも言ってたけど、見えてるとかはもうなんかそれこそ双眼鏡で覗いてるような感じなんだけど、うん、その中はバチッてある。はいはいはい、うん、でそれその倍ぐらい近づけても大丈夫。近いと今度このあれですよね、両目の視差が。そう、若干だから近いところは、うん、さっきの IPD でいうと近いところが多い場合はもうちょっと近くまで近くに揃えすると合う。わ、これそのままちょっと遠く見て、はいはいはい、でもちょっと後ろの外見て。あ、これインパクトあるな。いや正直つけんでも分かるわみたいな、あ、なんか想像できるよみたいに、はいはい、近く見えんでしょって思ったんですけど、やっぱすごいですね。ちょっとこの今このギャラクシーをこうモニターに使っちゃってるから、はいはい、あれですけど、うお、そういうことね。そういうことだ。すごい。あ、これはなんかそのメガネ族の人はメガネ、うん、あ、分かった、プラモデルっていうのがマジ分かる。そうそうそう。いや僕も最近パトレーバー作ったんですけど、もうなんかこんな感じになるじゃん。あのね、パトレーバーのプラモデル作るのがこんなに辛いもんだとは思わなかったんですけど、うん、でこれ今アプリがあって、はいはい、これが要は今通信、Bluetooth にチップ入ってるんで通信をしていて、だから例えばこうやって隠すと、お、ここに距離が、そう、距離が出る。リアルタイムです。で、その時にどのぐらい補正してるかみたいなのも分かるし、で今これ今合ってるじゃん、キャルキュレーション。だからこれを例えばビューって動かすと見えなくなった。見えなくなった。そう、はいはい。でも今2番で覚えさせたからこれで、はい、ちょっと元に戻る。ちなみにこれ瀬戸さん。あ、瀬戸さんの目になる。そう。で、これが結構違うな。そう。で、これ、あ、これちょっとずれてる。これが僕です。はいはい。結構違います。そう、意外とみんな違うっていう。うん。あ、意外、まあ、ちょい左右差あるよね。そうですね、うん。僕は結構左右で仕事してる。で、本当このね、本当1ヶ月ぐらいでハードウェアチームが結構完成品までガッと追い込んでくれて、で今だとだから多分もうキャリブレーションも今ダイヤルでやってもらったけど、はい、ここで直接スマホ見ながらやるとそれもできるっていう。だからこれ一応3つまでバンクがあるから、はい、例えば家族で共用しても自分の設定すぐ呼び出せる。え、これってこのちっちゃいレンズである理由はあるんですか？一つは一つあんまり細かいこと喋るなって言われてるんだけど、うん、まあ要はね、まだちょっとサイズ的な限界、制御の難しさがある、はい、そう。いやだってまあみんな思うことでもう何千回も聞かれてると思いますけど、うん、これがこれになったら完璧ですもん。そうなんです。でもそのためにはまだ技術的問題がいっぱいあって、うんうん、で今目指してるのはとりあえず、これを、うん、まあ、1.5 倍か倍を目指す、うん、あ、それだけでも全然違うか、まあでもこれも十分です、うん、まあでもこれだと確かにだからこう手元作業する時のそう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 、なんか本当老眼鏡の超性能がいい、うん、老眼鏡でありながら遠くも見れるっていう。だからほらプラモデル作る時もそうだけど、結局あのこう近い方に合わせると、うん、この辺に置いてある取説がもう見えないじゃん。そうなんです。だからこうちっちゃいやつをこうつけて、うん、こうやるじゃん。で
こう俺だったらこうなるんだけど、でこうなって一回この取説の内容を覚えなきゃいけないんだよね。でなんかこういう作業とかしてる間にあれ何番だったっけってなる。分かる分かる。この間まさにやった。そう。でそれがこれだと同じところで見るから一瞬で確認できるし、で今なんで倍を目指してるかっていうと、倍になると実は黒目とほぼ一緒になる。いや今黒目よりちょっとちっちゃいから、小さいからまだ狭い。そうそう、視野角というか。だから本当にメガネほど大きくする必要があるのかっていう話も踏まえて、まずは倍を目指すっていう感じでやってる。あ、これはもう売れますね。売れるっていうかもうなんか必要必需品。そうだからその完全に今のメガネを置き換えるものではないの、うんうん、でもこれが必要なシーンが生活にある人は意外といっぱいいるだろう。うん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 、っていうかもう老眼になった時点で老眼の人全員買わなければいけない。だからまあ単にほら老眼で例えば本読む時だけあればいいみたいになったら、うんうん、老眼鏡だけで全然いいと思う。でも本読みながら例えばテレビ見たいとか、うんうん、さっき言ったみたいにプラモデルで作業しながら取説見たい、作業しながら画面見たいな時にその遠くと近くを連続してこうやる時には今だと遠近両用っていう手も一個あるけど、でも遠近両用にしてもまあ要は最初に調整したところから変えられない、うん、でも老眼とかになってくると何が辛いって朝と夜で違うんだよね、うん、疲れてくるから、うん、でもこれは夜で視力弱ってきたらまたカリカリって調整し直せばいいだけなので、うん、これインパクトあったな。正直最近僕はあの眼を治すメガネみたいな、うん、あ、メガネじゃ目薬みたいな、あ、はいはいはい、ね、禁断の悪魔の目みたいな、ね、やってたよね、あれに手を出してしまったんで、うん、まあ、あの日本はまだ認可落ちてないですけど、なんかまあそっちの方がいいでしょうみたいな感じになったけど、はい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 、あ、確かにこれは完成度高い。そうこのね、で今体験してもらってなおかつ分かると思うけど、それがこのサイズでこの軽さで実装されてるって本当すごいと思う。いや悔しいな、うん、いや、ちなみにここにセンサーが、真ん中にこれがセンサー、これがセンサー、これ、ね、だからかけてこの真ん中のところをこうやって指で隠すと、うん、もうボワッとぼやける。そうそう、さっき石谷さんが目の前に手やってボッてなったらうわってこうなる。そうそう、あれがその本当に合ってないところからビュッて合わせる感じが一番わかる、うん、だからこの技術自体の応用範囲すごくないですか。そうなんですよ、本当に。なんかこれだけのアイデアじゃないですよね。そう、なんか引く手あまたみたいな。そうだからもう本当今は本当に始まったばかりだから非常にシンプルな実装になってて、ここからどう展開していくのかみたいなのはすごく重要ではある。へえー、そうだからやっぱちょっと体験してよかった、ね、ああよかったです、うん、僕には目薬があるからいらないさみたいな強かったんですけど、今日ちょうどねたまたまもう本当に直前に連絡でパッと、あ、じゃあまたこの焼き鳥屋行くみたいな、はい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 、これちょっと伝説の焼き鳥屋、伝説の焼き鳥屋だからね一応ね、だって胸熱じゃないですか。僕ここであれですよ、あのオリンパスの OMD、うん、で OMD5 マーク2、はいはいはい、あれ、 あれこっち、あっちですよ、ジェットに、ね、あっちでジェットさんと石谷さんに挟まれて、うん、でなんか買い替えって言って、あれがなんか僕のカメラの第二印象みたいな、カメラ沼のスタート、ね、スタートですよね。気づいたらこれがF11まで成長したんですよ。すごくないですか。まあある意味ジェットと同じになったんです。確かに結局同じ沼を、同じ沼に行くよね。そのきっかけを作った、そうですね、この焼き鳥屋さんに来て、いやちょっと感動した。だからこれ本当ね、体験しないと分かんないところがすごくあるんですよ。だからそれあって結局そのね、このレンズで、しかもこのレンズじゃないにしても、このドリキンで見てる画像をこうなんかここにコードさせて再生することはできないわけじゃん、うん、で以上そのかけた人の反応で見てもらうしかないわけだから、そうするとまあ自分がどうこう文章でどうのこうのっていうのも当然あるけど、まあまずは体験をしてもらう、でその体験の様子を見てもらうっていうのが一番いいよなと。で軽さ、その実装の、うん、そのでもこれクラファンなんですよね。クラファンです。なんか僕も
クラファン、そのあでしかもこれあれですよ、松崎さんがやってるんですよ。そうですね、きびだんごとグリーンファンディング、はい、あだからその話もしておかなきゃいけないんだけど、あのお二人ともクラファン の, そのスタートをぐーっと紐解いていくと、去年か、うん、去年の年末のバックスペース忘年会にターンを走っている。そう、それさっき聞いて、そうそう、ちょっと松崎さんが僕にもなんかあの連絡くださいみたいな、のその波に乗せてくださいみたいな。本当に、まあ、もともと松崎さんは僕が知ってるんだけど、ちょうど話す機会が、うん、まあ、あの時にあったから、もうあの場でこの場で松崎さん捕まえようと思って、うん、そうそう。いや、なんかそのクラファンの、だからもう松崎さんとクラファン何買った自慢とかをよくしてたんですけど、はいはいはい、なるほどね、うん、だからそれぐらいあれだったんですけど、ちょっと完成度が高す、そうなんです。これでこの完成度はなんかすごい。でもさっき言われたけど、初期のやつはもっと全然違うんだ。あの結局一番最初の試作から基本的なロジックは全く変わってないんだけど、じゃあその生産に向けての実装になってくると違うフェーズに入ってくるわけじゃないですか。その時にその今回のクラファン始まったばっかりの時に体験してもらったやつと今のこれだと本当にちょっとレベルが違うっていうぐらい見えやすくなっているので、あのそれも含めてね。で、ほら、何がいいってなんかつけて楽しい。そうなんだ、つけたくなる。そう、なんかお見える見えるっていう、うん、これここのこのラベルの文字とか見えます。あ、見える見えるでしょ、うん、でも この距離ですよ、これ。いや、 何があってさ、僕もそれは気づいちゃったんですけど、うん、そのなんかこう人類の夢は、うん、権力者になったりお金持ちになった時に、昔のあれ歴史を見てもみんななんか若返り薬みたいなものを求めるじゃん。ああ、いい、実にいいコメントですね。過去の、はいはい、過去の権力者ですね。で結局誰も得られなかったみたいな、そうそう、結局お金で買えないものもあった、それは若返り薬だみたいなあるんですけど、このその老眼治す目薬をやった時に、うん、若返りの、まあ、完全に若返ってるわけじゃないんですけど、目が治ると、あ、そう、ね、本当に20代になったような気分になるっていう。そうそう、だからこれかけた人のコメントでやっぱすごい多いのは、もう子供の頃の目に戻ったような。そう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 、うん、あれがもうなんかバーって戻って、そうそうそう、目薬が怖いのは切れた瞬間になんかシンデレラみたいな感じで魔法がバッと溶けていきなりなんかもう、そう、あれなんか目薬したら5分ぐらいでいきなりファッて治る、効くんですよ。だけど6時間経つと急にもう死んでるの、あ、時間です、ぽわって感じで、まあ、もちろん、オンオフにはならないですけど、でも、まあ、徐々にヒューッて戻って、あ、魔法解けちゃった、みたいな、そうすると、急に50の目になるみたいな、おーみたいな、その、20年ぐらいかけてきて、徐々に進行してきた老化を、一瞬で戻るんですけど、一瞬でバーって戻されるから。そうそう、だから理屈的に言うと、なんでその子供みたいになるかというと、自分の目の要するに調節機能が衰えたやつを強化してるわけではないんですよ。うん、その要するに見るために必要な目の調節機能を全部こっちにアウトソースしちゃってる。だから自分はいつも通りの目のまんまリラックスした状態。でも今まで合わなかったところにバシバシ合う、うんうん、だからほら自分だと絶対に時速100キロで走れないじゃん、うんうん、でも車に乗ったら走れますみたいなやつと、うんうん、まあ一緒っちゃ一緒で、だから本当はまあここをリプレイすれればいいかもしれないけど、そうそうそう、まあ、そこはいじらずに、うん、だ目薬はあれもすごいんですけど、その強制的に何ですか、 F 値を絞るみたいな、うん、はいはいはい、カメラで言うとこの間も散々語ったんですけど、うん、完全にその F をグッと絞って目に負担はかかる、ね、負担はないと言われてるんですけど、うん、ただ、見た目は変わっちゃうんですよ。その面白いのが明るいところは全然大丈夫なんですよ、うん、明るいところは普段も絞ってるから、うん、あ、そうね、瞳孔が絞られてるんで同じ状況なんですけど、多分こういうところで目薬してたら、今日してないんですけどしてたら暗いところがより暗くなっちゃうんです。なぜなら開放にして明るさを取れない、だからもう完全にレンズを F16 の状態で室内持ってきて撮ったら真っ暗になるじゃないですか、はいはい、まあ、もしくはフィルターかかってる状態ってことね、なるんです。だから暗所の色がなんかすごい
何段階か暗くなっちゃって、あでもねそれに近い話はこれでも聞いて、まあドレキンはそこまでまだ悪くないからだと思うけど、もっと悪い人たちだと色が違って見える、うーん、老眼の悪化で、そうそう、えスマホこんな色でしたかみたいな、なんか色収差的なものが出てくる、そうそうそう、そういう話も出てきてるぐらいで、だからそこはもうね、さっきも言ったけどその人の脳内画像を再生できないから聞いた話でしかないんだけども、だからそれも含めてまあ本当ぜひ体験してほしい。これだったら、うん、その切れるっていうところも、まあもちろんバッテリーが切れるとかあるけど、うん、そのアウトソースしてるっていうのもあって目の負担もないし、あとそうそうそう、そういう違和感はないですね。そうなんですよ、そこはでかいな。で、あと結構やっぱり合うのが早いから、うん、ちょっと全く違和感なかった、その例えばこことこのぐらいの距離感だったらもう分かんないでしょ、どこで切り替わってるのか、全然切り替わってる違和感は、うん、本当に多分近いところをこう隠して一気に遠くでも見ない限りは変わんない感じ、うんうん、変わった感は多分伝わんなくて、だから下手するとえこれ補正かかってるんですかみたいな、うん、これ動いてんですかそうそうぐらい、今最初も動いてんですかって思って近く見てたらおめっちゃ見えてる、そうそう、であと多いのがもうあもううん、結構いいっすねって言って撮った途端に見えてなかったっていう、結局そのギャップは感じる、そうそうそう、だから自分は今まで見えてると思い込んでたんだけど、これで見てあ見える、あ裸眼でも全然見えますよって撮ったら見えてねみたいな、これは確かに、これはもうだからまあもうでもすでに瀬戸さん効果ではいはい、おかげさまで認知度が上がったので、認知度が、うん、クラフター的にはもう何の心配もないです。ないですね。そうですね。そういう意味で僕は全然宣伝する気もないですけど。はいはいはい。まあでもその何だろう、何だろう、その僕としてはそのこういうガジェット系が好きな人に、その確かに見えるからいいよっていうのはあるけど、これすごくないっていう、うんうん、この機械すごくないっていうのを、うんうん、まあ、知ってほしい、そうっていうのはやっぱあったので。いやこれレンズが動いてなくて電気的にこのなんかレンズを厚みを変えてるって感じですね、うん、それすごいな。そうなんですよ、なんかこの技術に夢があります。そうそうそう、いろんなものに応用していただきたい。そうなんですよ、でやっぱね特にカメラに慣れてる人たちは本当に音もなくピントがどんどん合っていくっていう凄さが多分余計に伝わる。それこそここのビューファインダーとかに入ってたって全然いいし。そうですね。で、あとまあまあまだ現状やっぱレンズが小さいんで、今まあ適当にこうやってもらいましたけど、実際本当使い出して、あ、俺一番困ってる環境はここだ、この距離だみたいなのが分かったら、よりフィッティングもここのダイヤルの調整も追い込めるんですよ。で、追い込み切った時にこうまさに自分の道具になる。っていうのはやっぱりあるので、そこも含めてこう最初の見えるっていうところと使えるっていうのの2段階を味わって、そのガジェット好きにはぜひ味わってほしい。えちなみに肝心なことを聞き忘れましたけど、これおいくら、クラファン中は、まあ、ざっくり7万円ですね、はい、結構いいね、はい、で一応、今回のクラファンでもしくはバックしてくれた人たちにはこれの次の機種が出た時にそれを半値で売ります、うん、はい、要はこれのいいものが出た時にせっかく買ったのにいいの出ちゃったっていうのの残念感は少なくともこの一番最初にこれがどんなものかもまだわからないうちに支援してくれた人にはその気持ちは味わわせたくないのでちゃんと半値で出しますっていうところまでの含んでの7万円。それなんか全てのクラファンにやってほしいんです本当はね、うん、なんかクラファンって最近分かってきちゃうとクラファンでいち早く欲しいんですけど、やっぱクラファンで出たものってその後で成功して成功したものにもやっぱどうしてもちょっとちょっとプロトタイプというかそこからフィードバックかかるじゃないですか。そうそうそう、だから最近待てるようになってきた部分があって、待てないものは待てないんですけど、待てるものはちょっと高くても結局製品版になった時の完成度っていうのが一段階変わるから確かに確かにっていうのでちょっとクラファン力を落としてるところがあって、はじめまして、長谷場と申します。よろしく。撮ってるんですか。撮ってます。全然大丈夫です。大丈夫です。せっかくだから、もっと深いです。あ、
いつもありがとうございます、はい、あチャンネル登録させてもらってます。あすいませんこちらのね社長さんだと。そうです、すいませんすいません分かってない今日なんかいらっしゃるってことだったらぜひご挨拶。すいません、まずちなみにちょっと後で編集するかどうかはね言っちゃうけど、あの大場くんの先輩の。あそうなんですか。あいやいや違います、僕はあの一緒に知り合い会話でよく知ってるので。そうですね、あのいつもお世話になってる。そしてここでなんかもうすいません、ガチでなんか、はい、あのなんかもやっぱあれですこれを、はい、それだけじゃないかなと思ってました、はい、そうですありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。はい、まさかの社長さんの、あの焼き鳥屋の社長が今焼き鳥屋のはい、はい、そうですねっていうね。なるほどね。そう、あそれはねもう松崎さんに言いたい。何全てのクラファンでその全員版出た時に半額で買えるひどいまあでもそれを盛り込んじゃったら意味ないのか。だからまあそこはそれぞれのその作り手の人たちがやっぱ考えなきゃいけないとは思うけど、そうそう、なかなかねそれコミットするのも難しいところで、まあ正直これに関しては社長がよくそれ判断したなとは思うけど、僕も最初ね聞いた時ね、えマジっすかって思ったから。まあでもその話の筋の通し方としてはまあそうだよねっていう。そうですね、いつまでとかあるんですか。9月なんでもうあと3日とか4日とかそういうレベルこの動画編集間に合わない気がしますじゃあ僕が公開された日はもう終わってるか、終わってる可能性もある、うん、もしくは最終日ぐらいかもしれない。そうそうそう、じゃあ本当に宣伝にならないということでまあでもその後もあります、はい、そうそうそう、製品の認知度を高めて、はい、ぜひぜひぜひ、はい、まだこれはもちろんクラファンで終わりじゃない、もちろんないので、はい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 、まあでも最初の一歩だからもう僕も来て早々石谷さんとこう久々に会って早々、はいはい、またやってんねっていう話カバンからちょうど10年ぐらいですよね。いやだからちょうど今日 Facebook でメンションが来てちょうど10年前があのサンフランシスコのエヴァーノートのイベントで僕のカバンがアメリカで発表された日なんですよ。なんと、うん、だからちょうど10年前それが。なんなんすか、この10年おきにビッグウェーブをつかむよ、ね、それなんか毎年コツコツヒット当てるよりむしろ難しいと思うんですけどあの10年おきにホームラン打つみたいな。うん、ね、でもまあ本当に人のご縁ですねこれは。本当にそうなんですよ。なんか結構そのものを作ったあのエキシアの CTO の内海さんって人がいて、やっぱねこの人が本当天才エンジニアで、今そのこれ世に出したいって集まってきてるメンバーはみんなその内海さんを発明をちゃんと世に出したいっていうことで、そういうことゴロマンさんも含めてみんなそういうマインドでやってるので、まあ、それも含めてねあのいいチームになってるなっていうのはありますね。いいっすね、うん、いやちょっと体験できてよかった。はいはい、よかったです。うん、まあ、やっぱ触ると触らない違います。違うでしょ、うん、であとやっぱ重さなんだよねこれ、これならかけられるっていう重さになってるし、うん、正直だから半分なんか羨ましさと、こうネットでもやっぱ周りの僕の周りの人たちがみんなやってるけど、あ、まあ、そもそもなんか触れる機会がなさそうだったし、はいはいはい、俺目薬あるしそのハスに構える、あのねそうだろうとは思ってた。そうそうそう、だからもう絶対ここはそのポジションで行こうって思ったけど、でまあ触れるんだったら触れない理由はないから、じゃあちょっと触ってやるかぐらいの気持ち。このなんか重さとで結局バッテリーを食わないからこの重さが実現できてて、でその全体的なトータルの完成度ってものを見ないと分かんないじゃんやっぱり。だからやっぱちょっと機械詳しい人とかエンジニア系の人はみんなこのサイズに全てが実装されてることにはびっくりする、うんうん、そう、ものとしてのね、そう出来が本当に素晴らしい、うん、でこれがいいからってことはこの先てんてんてんって期待ができるっていうふうに思ってもらえるちゃんとハードになってるっていう、なんか正しいクラファンと。そうそう、本当それはね本当だいぶ何人かに言われましたね、なんか本当いいクラファンだよねっていう。結構なんか、うん、クラファンこうあるべきみたいな、そうそうそう、お手本みたいな。そう
なんかこういうプロダクトがあればあるほど、うん、クラファンがどんどん良くなる。そうそうそう、それは本当思います、うん、はい、手前味噌ですが、あ、いい、あの、はい、なんか悔しいな。なんかな、もうさ、石谷さんだってもういろいろ僕に写真下手とかさ、なんか、いやだから厳しいこと言ってくるから絶対なんか、いやいや、あの、こんな目薬で、目薬あれはいらないんですよみたいな、逆になんか言い返してやりたいぐらいの気持ちで、あ、なるほどね、してたんですけど。でも俺は何度も言うけど、ドリキンは俺は写真が下手だって言ったことはないんだ。いや、言ってますよ。やる気がないって言ってる。いや、あ、やる気はなかった。やる気がないって言ってる。さっきやる気あるんですよ。そう。だから、やる気出てきたら変わってきたじゃん、やっぱり。ああ、そうそうですか。そうそう、本当そうなの。だから、あの、なんかわかんないけど、だから本当ね、写真って不思議な装置で、なんかよくわかんないけど、上手い人ってのがまずいるわけ。うん、まあ、明らかにギフテッドの領域の人がいて、僕の、まあ、師匠というにはとても、あの、恐ろしい人を座るカメラマンがいて、見学してもらってたことがあるんだけど、もう、まあ、さすがにちょっと名前出せないけど、超偉い人だから、もうね、アシスタントがいるわけ。で、アシスタントも超上手いわけ。うん、で、すべてのセットアップして、で、もう綺麗にやって、もう全部撮れますよ。照明から何から、そのアシスタントがセットアップして、それで、先生こんな感じに撮れてます。おーみたいな。で、先生、つかつかつかって、パッパッパッって2、3枚撮るわけ。うん、アシスタントの100倍いいの。そうなんだ。うん、セットだって三脚立ててるから、うん、セットアップも何にも変えてないんだよ。でも、その、結局写真って、あ、今いいって思って押したんじゃ間に合わないわけ。うん、このコンマ何秒先に、あ、後に、うん、いいのが来るっていう予感に対して押すわけじゃん。確かに。そう、なんか平面で捉えてるように見えて、時間は進んでるの、あれ、実は。だから、その、何、本当にどんなにカメラが進歩しても、本当のジャストはありえないわけ。だから、ちょい先をこう、何、予想する力、予測する力みたいな。で、それってやっぱり、気合い入れなきゃダメなのよ。五感を研ぎ澄ませては言い過ぎだけど、ちょっと普段よりはぐっと気合い入れて、で今このタイミングかなっていうので、だからみんな息止めんだよね、うん、だそれを主張してやる気があるないっていう俺は言い方をしていて、昔の大体も歩いてきてるってビーッと撮ってるぐらいだから、いやだからやる気がないって言っているわけ。なるほど。だからね、そうそう、そのレンジファインダーがいいっていう人たちも結局そのラグがないっていう、そうそうそう、その、あの派閥の言うことは本当によくわかる。うん、そうそうそう、なるほどね、うん、いやだから、いや、それは腑に落ちて、むしろやる気はなかったんですけど、そうそう、やる気はないんだけど、なんか労力はかけてたんですよ。そう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 。なんかその絵をもうずーっと僕撮るのにめっちゃ時間かかるんですよ。前は。もう今は逆にもういいやみたいな感じで、撮る時間は早くなってるんですよ。前はやる気はないのに、撮るってなったら、もう構図を妙にここ見て、で、もう完璧にこう縦横ずれてないかなとかなんとかやって、でもずーっと時間かけて、ピントもあったかな、パシャーみたいな。だその、時間が流れてるっていう、概念を意識してなくて、そう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 。この平面を切り抜くことしか考えない。それはどうでもいいのよ、むしろ。どうでもよくて、今、じゃ例えばボールがこう来た時に、欲しいのはこのタイミングだ。予測して、ここの段階でシャッターを切る。で、そのために神経を研ぎ澄ませる。だからそれこそポートレートとかを本気で撮りに行って半日撮って帰ってきたらもうヘロヘロになるわけ。もうそれこそ本当にマラソン走ったぐらいに疲れ切って帰ってくるのは、そのシャッターを押す直前までその神経をぐっと集中している状態を作る。からそれを半日やれば当然疲れ切る、うんうん、っていうこと。それ腑に落ちたわ。でそれをやらないからやる気がない。うんうん、なんかそこにそもそもその本当にこう時間が流れてるっていうことに対しての、ね、ね、あの、あ、感覚がないんで気づけばあってなるって。でほら動画の場合は良くも悪くも撮れちゃうじゃん。そうなんです。でいいところまで戻せるじゃん。うん、だからその言ってみれば。その何機材だったり撮りたいものとのその緊張感みたいなものはやっぱりカメラほどはないじゃないんだよね。
ていうか動画はなんかそこを意識してるんですよ、うん、逆に言うと時間の流れ、はいはいはい、あ常にねそれを撮るものだと思ってる、はい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 、でも写真はそこは関係ないものだと勝手に今の今までなるほどね、てか気づいていなかったの、はいはいはい、時間の流れはなくてなんか世界は止まっていてなるほど、ね、そこを自分が別との場所を切り取るって思い込んでたけど全然そうじゃないですか。そうなんですよ、ね、確かにだからそれをに対してのその気合い入れるって言い方はあんま好きじゃないけどなのでやる気がないっていう言い方になる。だから本当に気づいてなかったそうそこは気づけたかもしれない。そう、まあ、そのために随分のあの遠回りと浪費をいやいやだからそれ石谷さん僕のことを多分ある意味一番昔の状態から、はいはいはい、あの知ってるし観察してるからですけど、うん、最近も結構 YouTube とかではすごい最適化がうまいとか、まあ、瀬戸さんが言い出したからかも、まあねうん、僕相当遠回りじゃないですか全てに多いだカメラ長かったなと思って長かったよ本当にここまで来るの一番カメラが長かったかもしれない。でもよくやめなかった。まあ一回やめて完全にやめてますけど。あだからきっかけはあったけど。でもそこはさ、その何？やっぱそのただ撮ってるだけじゃなくて、撮ったものをちゃんと世に出して、で、まあ、フィードバックじゃないけど当然自分でも何度も見るだろうしっていうことのもう本当トライアンドエラーしかないから。まあそれだよね。本当そう出すだけじゃなくてその繰り返し撮ったものとかそうそうそう見るっていうのもめっちゃ重要ですよ。なんか僕も最近だとその本気でポートレート撮るとかってだいぶ回数がちょっと減ってきちゃってるからまあ最初の1時間ぐらいはもう後で見直すと全く役に立たないみたいなあもうダメダメダメみたいな、ね、やっぱ何分か撮っててやっと感は思い出してきてきてでそこからギュッと行って撮ってで何カットかあるみたいな、うん、いう感じですよ、ね、やばいいい話なんかもうそのこれの話もそうだし、うん、今の話もそうだしあと僕が物申したいのは、はいはい、そのこの間瀬戸さんのところで、うん、瀬戸さんの家で、うん、ギャラクシーフォールドの話してたんですよ、はいはいはい、あの時呼んでとあの動画見てる時の複雑な心境なんか楽しく話してるのを見て、うん、友達としてまあタイミング一緒だもんねギャラクシーフォールド完全にね、うん、でいいっていうのもあるけどこの場に入れない悔しさみたいな、まあ、それはねそれはね、まあ、唯一俺も今サンフランシスコ戻ってきちゃったからって自分に言い聞かせて見てましたけどちょっとタイミング合わせて呼んでよと思ってじゃあその次回ギャラクシーフォールドを再戦をあじゃあ瀬戸さんに買わせる買わせる瀬戸さんだからあの動画のゴールは瀬戸さんがギャラクシーフォールドを買うがゴールだから、まあ、確かにそうそうそう、うん、じゃあギャラクシーストア行くぐらいのそう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 本当にあれもちょっとねあの語りながら、ね、今ちょうどここにね、はい、僕はここにちょっとモニターとして使っちゃってるんです、はい、僕は今3ですね、はい、いやでもあの5いいですいやだから俺ちょっと今困ってるのは思ったより5がいいんだよそう、うん、これも本当に触ってみなきゃ分かんないわかんない4の時は正直何にも思わなかった、でも5いいよねいいいやだから、うん、もうガジェットその世界に来た感じします。そうだからそのなんか細かいファインチューニングは本当に進んでてなんか5すごいいいじゃんと思ってる俺が今います。あの全然メディアとかにもそんなに言われてないけど、ね、言われてない僕4から5の満足感は実はすごい高くて、うん、そうそう高い高いそれをもう1時間ぐらい語る動画を作ろうと思ってた。ああなるほど。したらなんかもう2人でおっさん2人で楽しそうに話してるからもうなんかモチベーション下がってなんだよと思ったけどでまあそうか5でっていうコンテキストではそう4、5僕1、4、5僕は1、3で今基本的にはもう5をパスして6に行こうと思ってたのでそうでもね5は本当にびっくりするぐらい、うん、まあさすがに僕5買わないですけどねまだ僕実は3にして1年も経ってないのでさすがに5は買わないですけどでも5いい本当いい、うん、なんかそれこそまだ僕 iPhone 15 Pro は
ちょっと開封はしたんですけど、うん、ほぼほぼまだ実動してないんで、はいはいはい、ただ昨日今日ぐらいからなんか熱がすごいみたいな、すごい熱暴走、ね、暴走までいかないけど触れないぐらい熱いってとこ、なんか結構ネガティブ記事が出始めてて、うん、ちょっとそこは今日怖い部分もあるんですけど、あの5は早くて熱くないんです。そうそう、で、あのね、持った感じがいいの。うん。うん、なんでしょうね。絶だから本当にヒンジが、うん、多分本当ちょっと良くなったのと、多分その筐体の周りの R とか、多分いろんな複雑な要因だ。あと多分バランスも良くなってるんだと思うんだけど、本当ね。持った時に正直しまったと思ってこれは触ったらダメです。これは本当ね、うん、もっと評価されてもいいです。あとすみません、ちょっと宣伝いいですか。はい、今まで知らなかったですよ。あの今、はい、ちょっと瀬戸さんの時にも話したんだけど、はい、あの、はい、あと大丈夫です。はい、今このギャラクシーフォールド5が乗っかってる台は僕が作りました。これね、これなんですかこれ。これもともと NEC さんとフィラメントっていうところが下にノートパソコンを置いて上にモバイルモニターで縦に使うっていうので、ウィングバインダーっていうのを最初作って、でクラファンで大成功してるんで、でノートパソコンでモバイルモニター用だから、もうこのぐらいの大きさなんですよ。でっかいやつだったんですよ。でも2つ縦に並べるっていいじゃん、だからそれのちっちゃいのを作らせてくださいってお願いしに行ったら、 NEC さんが超太っ腹で NEC PC か今 PC 作ってラビーとか作ってるところが、話しに行ったら、あと最悪なんか金払いますぐらいのつもりで行ったら、おいいっすよ。あ、じゃあね、これ世界に1つしかないと思う。あ、だからもうあのもう売り始めます、これは。で、受注生産になっちゃうんで、即納ではないんだけど、だから、これ、もともとのアイデア、この形自体は NEC さんとフィラメントって会社のアイデアなんだけど、それちっちゃいの売っていいっすかって言ったら、いいよ。何その太っ腹みたいな。あ、そうなんです。そう。なので、僕が設計したので、当然、ギャラクシーフォールドはぴったりになるほどね。あ、じゃあ、これ今、下につけてたけど、この上の段に、で上は、うん、上はさすがに若干怖いけど、でもまあ一応乗っかる。全然むしろ。そう。あ、これめっちゃ視聴角度いいです。で、例えばまあさらにだからこの僕のギャラクシーホールドもまあ乗っかってもいいし、あと結構すごい絵です。あ、こうか。うん。はい。あ、逆だった。こういう乗せ方も。なるほどね。これ結構すごい絵ですけどね。で、まあもっと多分一般的なのは下に iPad を置いて上に iPhone を置いてる。うんうんうん。うん、で、あとこれは矢崎さんと散々話したのは iPad を縦に置けるスタンドがこのようにほとんどない。初期のね、一番初期はジョブズのあのキーボードのあれは縦だったじゃん。でも今純正キーボードもみんな横じゃん。うん、でもその多少 iPad で長めの文章を書きたいと思ったら絶対縦のがいいから、縦用スタンドとこの2台置きを牽引をするっていう意味ですっごい、何ね、ちょい、あ、すっごいだね、ちょい前から考えてたんだけど、俺らが考えるよりもいい形を見つけちゃったので、それのちっちゃいの作らせてくれっていう形で作ったっていうやつです。はい、これは買うのはどこで買うの。これはほら拓田さんとこでやってるサンボル紹介っていう、はい、これですね。はい、じゃあ概要欄に、はい、概要欄にリンクを貼っていきます、はい、ので、まあ、これは全然こんなに高いもんじゃないので、はい、でもこれなんかね地味にいいんですよ、出張先とか、うん、今めっちゃここ便利にモニターとして使ってそう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 、モニタースタンドで、これ石垣さん好きですよね、スタンド。そう、昔アクリルのやつ使って作ったやつ。でもね、快適なスタンドって大事なの、本当に。地味にスタンドめっちゃ作ってる。そうそうそう、だからこれがあると、これの今回いいところは畳めるんで、本当に荷物の隙間にスッと入れられるっていうのはいいところですね。なんだ、まんまと宣伝させられてしまった。はい、
タクタさんのために売らないといけないから。なるほど、はい、じゃあ概要欄にリンク貼ってきますんでよろしくお願いします、はい、そんなところですか。じゃあ、はいはい、また語ってしまった、はい、50分いやでも今日は僕はちゃんとその下手じゃなくてやる気がないの説明をちゃんとできたので満足度が僕は高いです。そして僕はその時間を切り取ってるって概念がここはね気づきなんですよ。で僕ね、あ、そうか、気づかないものに関しては、まあね、全く気づけないっていうか、結構気づくと伸びるタイプなんですけど自分で言うなって感じなんですけど、でも何もそうじゃないですか、まあね、気づかなかったらゼロだから、まあね、今の今まで、ね、いやでそれも結局最後のところは自分で気づかなきゃダメなんだよね。あ、今は気づける土壌があって、そうそうそう、最後ヒントをもらったから、そうそうそう、あ、最近のそれってこうだったんだっていう感じ。あとはドリキンはやっぱり背が高いことをもうちょっと意識した方がいいです。あ、視点が、視点が、うんうん、もっと下げるとか、下げるとかかがむとか、それやるだけで本当にグッと良くなるので、うん、確かにね、だからそこもやる気がない。確かに、うん、だから俺は背が高いんだからこの価格でしょっていうのはそれはそれでいいんだけど、でもその何もう見ると分かっちゃう、あ、高いところからピッて取ってるなっていうのが分かっちゃうから。え、あれってやっぱり何ですか、そのローアングルの方がいいってこと。ローアングルがいいってわけじゃなくて、やっぱ普通の目線にやっぱした方がいいんだよね。うん、できるだけ、そう、平均的な視点、平均的なっていうか、だから見下ろしてる感じになるのってあんま良くない。そうそうそう、なるほど、ね、あ、それもいいアドバイスだな。 あ、それだけでだいぶ変わりそう、うん、あ、熱暴走しましたダメじゃん。でも50分持った、50分持ったからできないですよ、まあね、50分を丸々取れたの結構最近頑張った。だから背高い人って結構そこは無自覚なのよ。あ、普段からそうだから。でもそのまあ、ある程度カメラやってる人には分かると思うんだけど、もうこう撮るのとこう撮るのはもう全く違うものなんで、うん、確かに確かに、それはいい指摘です。で、手の高い人はこうなりがちなの、うんうんうん、なんか世の中のものは低いから、うんうんうん、だから背の高い人は背の低い人ってか普通の背の人からすると若干余計な努力をしなきゃいけない、うんうん、やばい、今日ちょっとアドバイスいいアドバイスめっちゃもらったからちょっと写真またやる気が、はいはい、ありがとうございます。そうです。だからそのやる気問題はその2つなので、はいはい、うん、頑張りますということでありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます Yeah, such a clap. And I'm such a clap.